こいつ生意気に犬かきしてら。お、逃げるぞ。お兄ちゃんもっとかけて。よし、ほらほらほら、フリフリはらー。何すんだよ、ミム。痛いな。もう、あんたたちってどうしてそう残酷なの。ねえ、オム。はい、バタタンくん。いいじゃないか、こんなちっぽけなの。2、3匹。サトルくん、アリの目にもなってみ、なってみない？アリの実？こんなちっぽけなアリさんがどんな素晴らしい生き物か勉強してらっしゃいよ。身長1センチにしてアリの世界に放り込んであげる。うわー、身長1センチだって？そうよ、お兄ちゃん、アリさんだって生き物なんですからね。マリ、お前。はい、ごちゃごちゃ言わないの。ほんじゃ、お二人さん、アリの世界へシミュレーション、ゴー！三本、アリの不思議な国。参ったな。ここどこなんだろう。桜町にこんなジャングルあったっけな。うわっ、なんだこれ。あー、これこないだなくしたボールだ。このボールがあるってことは、ひょっとかしてここは、たけし、見ろあれ。やっぱりミームのやつ、スクラップ置き場の草むらをインプットしたんだ。身長1センチじゃ芝生だってすごいジャングルになっちまうぜ。なんだ、恐竜か。お兄ちゃんが小さいの。マリもシミュレーションに付き合ってあげるわ。ただし普通の大きさでね。面白そう。頼むから踏みつぶさないでくれよ、マリちゃん。大丈夫よ、心配しないで。ミーム、私がついてんだから安心しなさい。なんだかミーム、キングコングみたいでおっかない。バカやらせないでよ。ほらほら、あれをご覧なさい。どこ？あそこだ。飛んだ。知らなかったな、アリも空を飛べるのか。これはジョウアリよ。ジョウアリとオスアリには羽があるの。あ、ほら、あっちの巣からオスアリが出てくるわ。たくさん出てきたな。6月頃になるとジョウアリは巣を飛び出すわ。そして他の巣から飛び出してきたオスアリたちと交尾するの。これが結婚飛行。交尾が終わるとオスアリは死んじゃうわ。え、死んじゃうの？そう、役目が終わったものは死ぬ。それが自然界の掟。厳しいんだな。その代わり、交尾して妊娠したジョウアリは新しい家族を作るために生きるわ。ジョウアリは、ミム、ミム、くしゃみだ、ダメ、ダメ、ひでえな、ミムのやつ。何が安心しなさいだよ、まったく。お、おい、あれさっきのジョウアリじゃないか。羽を取ってるのか。結婚飛行が終わったから、もう羽はいらないってことかな。ごめん、人。こんにちは。私、働きあるな、アーム。あんたたち、私たちの世界を見学に来たんでしょ。私が案内してあげるわ。
ミームじゃなくてアームだって。どこの世界にも説明したがるおしゃべりっているんだな。アリのことなら私に任せなさい。あ、今私が叩いたのは胸。アリは頭、胸、腹という3つの節で体ができてるのよ。こういう生き物を節足動物っていうの。エビやカニ、クモとかムカデなんかも節足動物よ。その中で私のように体の節が3つで足が6本あるものを昆虫っていうの。はあ。ちょっとあんたたち聞いてんの。怒り方までミームそっくりだ。あ、ほらほら、羽を落とした女王が新しい巣を作り始めたわ。最初の巣作りは女王アリ1匹でやるのか。女王アリはまず安全な深さまで穴を掘るわ。そうね、10センチぐらいかしら。そして産卵を邪魔されないように中から入り口を塞いで、その後すぐ卵を産み始めるわ。初めての産卵は10個ぐらいね。あ、卵食べちゃうのか。いいえ、卵にカビが生えないように舐めてやってるのよ。やがて2週間ぐらいで卵が孵化するわ。女王アリはすぐ幼虫に餌を与えて世話を始めるの。食料なんてないじゃない。女王アリは自分の胸の筋肉を体の中で溶かして口移しに与えるのよ。自分の筋肉を。そう、母は強しよ。幼虫は1ヶ月の間に4回脱皮するのよ。そして口から糸を吐いて繭を作るの。繭の中で幼虫はさなぎになるわ。それから2週間ほどで働きアリが生まれるの。女王アリと働きアリってずいぶん大きさが違うんだ。働きアリは巣穴を広げたり餌を探したりして女王アリを養ってあげるの。そして女王アリは死ぬまでの約10年間働きアリに世話をされながら卵を産み続けるってわけ。ここがアームたちの巣かい。そう、女王アリが最初の卵を産んでから5年ぐらい経ってるから、中は大きいし他にも出入り口があるわ。さ、お入りなさいよ。よし。あれ、どこのこの、どおい、待ってくれよ。ダイエットする。何やってんだ。この子門番なのよ。あんたたちが怪しいものじゃないってことちゃんと言っといてあげたわよ。アリって触覚で話をするの。餌を見つけた時も触覚で知らせるのよ。だってアリは喋れないもの。でもアーム喋ってるじゃないか。聞く。いや、気にしない気にしない、いろいろあらんな。ほんじゃ次に行きましょうかね。はい、まずは女王様のお部屋。失礼いたします。大変大変、卵を産んでらっしゃるわ。よいしょ、ちょっとあんたらちも手伝ってよ。人遣い荒いね。ここが卵の部屋よ。あらあら、孵化した子がいるじゃないの。まあ、おー、よしよし、かわいいわね。あ、忙しい。ここは幼虫だけの部屋か。あれ、あいつだけエコひいきされてるみたいだな。こら、口を慎みなさい。あいつとは何よ。あいつとはあの幼虫様はね、大人になったら女王様になるのよ。卵や孵化したばかりの幼虫は働きアリも女王アリも区別ないわ。でも幼虫のある時期に特別な餌を与えると女王アリになるの。そして6月頃になるとここを飛び出して別なところで新しい巣を作るってわけ。へえ。あれ、いびきかな。
お座り連中よ。困ったもんだわ、本当に。みんなが働いてるってのに、こいつらだけサボってていいのか？お座りの仕事は、結婚飛行で女王アリと交尾することだけなのよ。で、普段はこうして、くっちゃんにくっちゃんにしてるってわけ。じゃあ、働きアリの中にオスはいないの？働きアリは全部メス。思い当たることあるんじゃない？ギギクこら！またサボってる！はい、お次は食料倉庫よ。へぇ、ずいぶん溜め込んだな。冬は寒くて表に出られないもんね。今のうちに溜めとかないと。あれ、砂粒まで食べるの？まさか。ほら、あそこ見て、雨漏りした後の湿気を取り除いているのよ。へぇ、ちっちゃなアリンコだと思ってたけど、すごい知恵だな。こんなこと誰かが教えてくれたわけじゃないんだろう？もちろん、それが自然というものよ。よいしょ。よく寝た。どうして朝取る？きれいだ。ひょっとして天国ってこんなかもな。よっと。どう？アリの世界気に入った？ほんじゃ今日は私たち働きアリが外でどんな仕事をしているか案内してあげるわ。お、面白そう。どうした？今誰かが呼んだような気がしたんだけど。気のせいか。困ったな。アリの世界には危険なこともいっぱいあるのよね。お兄ちゃん、たけしお兄ちゃん。ちょっと待ってて。なになに、この滝にカマキリの死体がある？やったね。おい、アム待ってよ。アリって人間よりずっと早いんだな。おい、アムってば。すっごい。ちょっとあんたたち、何ぼやぼやしてんのよ。手伝ってよ。ほら、手伝うったって。こんなでっかいの。おっとっとっち。ねあー、だらしな。人間って力ないのね。私たちがこうして掃除しなかったら、地面の上は昆虫の死体だらけだわ。ほら、頑張ってよ。そんなこと言ったって。しょうがないわね。じゃあちょっと休憩して蜜でも舐めてく？蜜だって。あ、これアブラムシじゃないか。気味悪いな。アブラムシは私たちの大事な共生仲間なのよ。共生？共に生きるって書いて共生。私たちはアブラムシをテントウムシなどの天敵から守ってあげるの。その代わり、こうして蜜を分けてもらうの。さあ、どうぞ。甘い。こりゃいけるぜ。アリと共生するのはアブラムシだけじゃないのよ。例えばクロオアリとクロシジミチョウの共生は面白いわ。クロシジミチョウはアブラムシのいる近くに卵を産むの。やがて孵化した幼虫はクロオアリに見つかりやすい場所に移動するの。クロオアリはクロシジミチョウの幼虫を見つけると自分の巣に連れてって餌を与えて育ててあげるわ。そしてそのお礼に幼虫はお腹から甘い蜜を出すの。やがて幼虫はクロオアリの巣の入り口近くでさなぎになって殻を
脱ぐと羽が伸びないうちに巣穴を出ていくのよ。いつどのようにしてこの矯正が始まったかわからないけど、クロオアリとクロシジミチョウの間には決して破られることのない不思議な約束があるのね。矯正ってお互いに助け合って生きることなんだな。なんでも本当に不思議だよな。はあ、おいしかったな。もう腹いっぱいで、うっと。そんなに食べるから太っちゃうのよ。アムだって結構食べたじゃないか。私が食べたのはほんの少し、あとは保存してあるの。保存？アリは蜜をお腹の中のソノウという袋に保存しとくのよ。ソノウは社会蜜とも言って、仲間と分け合うための蜜を貯めておくところなのよ。そして食事をしていない仲間が来ると口移しで分けてあげるの。それを栄養交換っていうのよ。どう？人間も見習ったら？カマキリは片付いたと。ほんじゃ、次行ってみましょうね。ああ、くたびれたな。働き者だな、アームは。だから働きありって言うんじゃないの。なんだよ。嫌な気配。何か感じるわ。音を立てないで。天敵っているんだ。そりゃそうよ。ハミオだけでなく、クモとかカメムシとか、恐ろしい敵はたくさんいるのよ。いろいろ厳しいけど、まあ仕方がないわね。アリはクモに食べられて、クモはカエルに食べられて、カエルはヘビに食べられて、そして死んだヘビをアリが食べて掃除をするってわけ。残酷なようだけど、これも自然の一つの顔なのよ。どうなってんだこりゃ。誰だ、こんなところに穴掘ったのよ。登れないよ。おいおいおい、どうなってんだよ。無駄よ。無駄よ。私たち一番恐ろしい天敵に捕まっちゃったんだから。なんだってなんだこれ。アリ地獄よ。こうやって落とし穴を作ってアリを捕まえちゃうの。あの大アリに挟まれたらもうおしまいだわ。カナの中身を全部吸い出されちゃうんだから。うわバカバカ、説明してる場合じゃないだろ。なんとかしてくれよ。さっき言ったでしょ、これも自然の一つの顔なの。アリの宿命よ。そうなんじゃないよ。俺たちアリじゃないもん。お兄ちゃんどこに消えちゃったの。あれ？Yeah!
外れ感。ねえ、マリちゃんのは？何のこと？あら、このアイス、当たりが出たらもう一本なのよ。本当？捨てちゃった。うわー！怖いよ。やられた！もうダメ！あ、見て！うわー！あらあらお兄ちゃん、マリちゃん、助かった。奇跡よこれは。マリ、当たりだぜこのスティック。やったもうどれがアームだかわかんなくなっちゃったな。でもいろいろ勉強になったよな。おい、サトル、レンのやついっか。うん、二人で考えたんだ、アームに送る言葉。わあ、アリさん、どうもありがとう。アリウケると思ったんだけどな。あんたたちの頭じゃそんなもんね。どうやって生まれてどのように育つか知ってるかしら。この次は体験カブトムシの世界。カブトムシになっちゃったたけしくん、いろいろなところを旅するんだけど、さあどういうことになるのかしら。お楽しみに。